バルセロナ時代、メッシ、スアレスと共に MSN として数々の偉業を成し遂げたスーパースター、ネイマール。パリに去った時の経緯から、一部でネイマールに不快感を抱く関係者やファンもいる中、そんな彼を間近で見ていたメッシはどう思っていたのか。そういう感じ方も普通のことだ。僕だって当時は怒ったよ。移籍するなと説得しようとした。僕らはみんな勝利を望むのであり、ベストの選手を望むものだ。ファンもね、彼は最高の選手の一人であり、ピッチで多くを与えてくれる。彼はずっとトップレベルで、他の選手とは違う。ゴールを量産する。スポーツ面で世界最高の一人。メッシにここまで言わせる男は、そうはいない。